きなよやって。なんや。嘘つかんとてな。三人はできひんって。じゃあ、ゆいはんとはコメント欄で。一緒にしたかったな。なんか、それな、もっと人数増えたらもっといいな、じゃあな。なあ。前もっと増やったらいいのにな。増えそうじゃない？その世界のインスタグラムそれぐらいできるやろ、もう。じゃあ、見とくやって。ありがとう。やった。ガーンって言う人、久々に聞いた。昭和やな。ガーン。3人は無理じゃけど、俺合わせて4人ならいける。絶対嘘やん。どちら様？誰やねん。誰やねん。3分割狭すぎる。全員顎だけ。いかやねんけど。出るのないやわ。今、令和、どういうこと？今、昭和って言ったからやろ？え？ニーハンのコメント面白い。見るも一緒やった？あ、見るも一緒やった。そうね。うん。相変わらず面白かったけど。いつもな、変わらんな。変わらん。この前急にな、見る、あかりの鼻臭やったら食べれんでってやってきた。だな。マジ汚い、食べていらん。言われてる。なんて言った？食べていらんって言った。うん、逆にこっちが嫌やな。食べていらんわって言った。私のやったらどうかな。わからん、聞いとくな、今度。大抵のはどうって。この間もさ、ツアー来てくれたけどさ、うん、全然そんな感じじゃないねん、やっぱ。うん、私そうなん？え、そうやねん、最年って緊張するらしい。な、何年一緒におってんって感じやった。忘れやんな。てか、そワンワン言ってたで。え？ワンワンっていう私の友達、YouTuber。うん。え？が、見に行ってた、ツアー。マジで？うん、NHK ホール。マジで？ね、そう、普通になんか行ってて、なんか、多分あの、マネージャーさんがさ、うん、あの、一緒やねん。元 NMB のマネージャーさんやね。そうなんや、でも事務所全然違う。全然違う、全然違う。へぇ、そうなんや。それで行ったらしい。マジか、うん。一緒に行けばよかったかな。ゆいはんも行きたかったーって。ねえ、みんな大変だ。ほんまに行っといたらよかった、あの時。忙しいっしょ。いや、そんな。私も暇になっちゃったから。そうやなぁ。え、ちょっと、うつになってこへん。セッション、なんかやんでこへん。そんなに？あ、まあな。もう、何？なん、ムードがな。そう。なんかさ、これのために頑張るみたいなのがなくなっちゃったからさ。うんうん、そうやなぁ。そう。せやねん。まあ、いつまで続くって感じやな。今やで。最近何が楽しい？何が楽しい？うん。ご飯ちゃんと食べてる？うん。うん。うん。あ、用事イコールお風呂。どういうこと？あ、お風呂行ってくるよってこと？あ、え、あ、ちょっと用事してくるやって。用事イコールお風呂。じゃあ最初からお風呂行ってくるって言えばいいやん。え、ちゃんもろ、ゆいはーん。ゆいはん面白い。面白いな。ゆいはんもな、ゆいはんなんか痩せたな。いや、めっちゃ痩せてん。痩せたよな、大丈夫、うん、ジム行ってるって言ってた。すげえ、偉いな、うん、あとなんか、うん、そう、博多座ぐらいからめっちゃ痩せてたの、11月舞台。偉いな、ほんまさ、うん。一旦やめて、うん。一旦、8キロぐらい増えたよ。8キロ?8 キロ?うん。8キロも増えた増えてん。まあ、その、そして用事が、うん。まあ、ガリガリやったもんな。ガリガリやったっていうのもあるから、うん、そこから考えてっていうのもあるけど、うん。8キロ太って。マジ？うん。でも、その時のやつ見たら、パンパンやから、うん。そのパンパンの自分の写真見て、うん、やばいって。ああ、なるほどね。もう、それ見て。うん。なるほどね。ほんま、怖いわ。まあ、でも、踊らなくなるもんな。私も最近公園出てないから、なんか、食べたら太るもん。でもやっぱさ、毎日のようにさ、うん、終日仕事してたらさ、そのサイクルでさ、うん、そんなには太らへんかったりとかするやん。まあ、そうやな。うん。ルッパーだしさ、うん。踊らんし、筋肉。まあでも曲作りとかしてたらな、こもりっぱなしやもんな。そう、ずっと座ってるしな。せやな。で、私も一日 YouTube のことやってたらそんなやで。
たまにさ、うん、階段とか降りるときさ、膝痛ない、うん、それはないないそんなんないわ怖いなそれはない一旦乗ったからマジでえ、嘘やおじいちゃんとおばあちゃんの気持ちが分かったいやいや、そんな膝痛くなりたくないちゃんと動いとかなって動いとかなくあんな、うん、まあでも、な動いてない全くまあ、リハとかツアーとか始まれば、うん、通りそうかそうかそうか普段もさ、もう移動も車やん、うん、あ、そっか。なんか自分の足で歩くって。確かに。そっか。わかる。でもなんかエスカレーターとか使っちゃうもんな。ほんまな、てか階段使うようにしてるけどな、階段使う。で、ね、膝痛くなってんの膝痛いね。なんだよ、それ。ほんま。いや、今笑ってるけどね。まあ、で私はでも3つ下やから、年が。今年 20?24になる。4かえ ?24 で辞めた卒業。うん ?5。25か。うん。24か。まだ。でもそう考えたら見るってまだ22やねんで。で、今年23。まだ大学生の年やで。24に見えへんで。ほんま?うん。何歳に見える？え、もうマイナス2ぐらいでもいけると思う。え?珍しいな。ほんま?うん。あ、でもどうやろ最近は結構、若く見られるけど、もう人によって。髪の毛さ、うん。黒くなかった最近。あ、そう、めっちゃ真っ黒にしてて、そっから反動で次ブリーチして初めて。あ、そうなんや。うん。でも、落ちまくってる、これ。でも、一週間しか撮ってないね。あ、ブリーチすると一緒やもんな。うん。でも、楽しんでる、これを。ほんま、それな。楽しいよな。え、なんか、もっと早くすればよかったって思った。なんか、中途半端な色ばっか染めて。な。こういう。案外変わらんもんな。あ、うん、うん。なんか、逆に、なんかブリーチしてしまったから、傷んだあかんなと思って、うん、めっちゃちゃんとケアしてるから、なんか今の方が綺麗。一回さ、うん。半分、あ、やってたよな。そう。うん、半分だけめっちゃ死んだで。かんわってやっぱ。そう。うん、一部だけっていうのは。切れるやっぱ。うん、そこだけがさ、どんどん切れ毛するから。なるほどね。どうかするなら全頭した方がいいなって。うん。この前三田にもあったで。あ、ご飯行ってたよな。うん、そう。三田が焼き鳥食べたいって言ってたから、そのままラインした。あやな。そう。で誘おうと思ってんやんか。うん。でもあのラジオやったから無理やってなって。そうなんや。そうそうそう。そうなんす。で占いとかしてもらっててんで、その時占い。占い。うん。何見てもらったん？え、なんか仕事とか見てもらった、普通に。まあ、真面目。うん。仕事ばっか見てもらった。でもな、全部な、もう大変やねん、結果。これはまあでも配信では言われへん。また別で。また別で言うわ。え、なんか、あれ、うん、教えてもらったりとかしていったん？もう調べて。ノリで、うん。あの、アポロンさん。アポロンさん？うん。っていう、あの、吉本の芸人さん。占い師さんない。そう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 。見てくださって、そう。いっぱいいるな。やでー。見てもらいたいな。最近、ヨギボー買ってん。な、ごめんな。ヨギボーはもうあかんで。でも、これほんまにあかんで。毎日ここで寝落ち。あかんわ、それは。うん。こう斜めに寝るからな。全部、むくみ下に行くねん。うんうわぁ、うん。顔も嫌やけど、肩も嫌やな。うん。でも顔はいつもシュってなって起きた。足首パンパンやけど。嫌やろ、足パンパンも。ほんま、私もソファーを変えてからソファーで寝ちゃうからさ。あー、やっちゃうな。あかんわ。わかる。ベッドまで行く気力がもう。なぁ、あかんで、ほんまに。うん。ちゃんと寝な。せやな。寝落ちはさやかちゃんの専門やんってコメント来てる。減ってんけどな、それでも。嘘。だいぶ減ったよ。マジ？うん、寝落ちのプロやもんな。ほんまに趣味のように寝落ちしてるもんな。テストよくそれでやってたな、逆に。いや、確かに疲れも取れへんのにな。な、余計自分で自分を苦しめてるやん。ほんまそれやで。だけどさ、うん、眠い時に寝るのって一番幸せじゃん。一番幸せやな。その後の罪悪感というか、まあなんていうの、な、自己嫌悪に陥るような。ほんまに顔カピカピやし、次の日メイク乗らんし。ほんまそれ。ね。もうやめなあかんで。うん、わかるわ。もう30とかに帰ってくるからな。
絶対帰ってくんねんね、目前やで。27歳ってすごくない？すごいな、大人やん。なあ。27歳ってなんか憧れの年齢やねんけど。マジなんで？なんか27、28、29、30。この4年をめっちゃ充実させた女性になりたいって思う。まあ確かにな、うん、30代、40代、全然なんか綺麗もんな。うん。うん、みんな。な。ねえ。不思議。の自分が27歳になると思わんかったで？なるやろ。ずっと19やと思ってた。まあでもわかる。なんか、結局さ、入った時で止まってる私も。14歳の感じで。ほんまに。うん。あ、そっかって感じ。まあでもこれからやつな、全然。でも確かにちょっと30、30代とか楽しみ。え、楽しみやんな。なんか、え、なんか今日さ、なあちゃんと言ってたんやけど、アイドル卒業したらやっぱ第二の人生って感じ？そうでもない？まあでも、うん、どうやろうな。まあ、卒業時が一番そう思ってるかも。あー、意外と卒業してみたら？して、うん、した後の生活が始まってみると、うん、やっぱそれのことに、なんか全集中してるから、うん、あー、そっか。あんまりそういう気分ではないかなって感じ。まあでもめっちゃ時間はできるやろ？できる。自分の時間ができるよ。そうやな。自分の時間しかないもんな。そうなのよ。それが斬新な時もあるけどな。あー、そっか。まあ確かに。一人やもんな。たまにほんま、なんか、え？全然人に会ってないみたいな。人と。でも私もあるで、たまに。まあ今はまだメンバーに会う時あるけど、うん、でも一人の仕事ばっかやったら、あ、会ってないってなる。なんか不意に孤独感じるな。ほんでな、そう。会ってない日々が続いた後のリハーサルとかな、めっちゃ喋っちゃうねん、はずはず。マジ？めっちゃ喋っちゃうねん、メンバーに。絶対もう私と喋りたいと思ってないやろっていう人にも喋っちゃうねん。そんな人おらんよ。あくりさんめっちゃ喋られるなーって思われてんやろな。どうでもないんちゃう？飲まれてないんかな？ってくりがお互いやしな。いやー、でももう。私逆になんか気まずかったで。嘘。そう。なんか、うん。全然そう、なんか一人で曲作って、でリリースとかして、うん、なんか久しぶりにみんなに会うときは、うん、気まずくて、みんなはさ、いつも通りの感じでさ、うん、なんかこう喋ってるやん、うん、少人数ずつとかでさ、うんうん、そこに入っていきにくいのよ。ああ、そうなんや。そう。へえ。逆に、まあ、私、あ、まあ、いい意味でも悪い意味でも空気あんま読まれへんからさ結構大丈夫なんかもしれない。そんな読まなあかんの空気ないやろ。え、でもな、なんかさ、いつもさ、あのレッスン上のさ、うん、あのレッスンのとこと、あとみんなが着替えてるとこと、うん、で結構さ、先輩メンバーとかたまりがちなさ、あのとこあるやん、あの間のところあるやん、あそこ、あ、間のとこあるやんか、あそこの間のところにみんな荷物置いてご飯とか食べてみんなで喋ってたやん、いつも、うん、やのにこの前そこにおる人全員卒業したから私一人だけやって。そうなんや。そう、あそこに荷物置いて、誰も来えへんかってん、そこに。マジ？うん。あそこにしかおらんかったんけど。え、やろ？あそこにもみんなでおったやん。うん。もう、なんか、アイリーとかさ、うん。それこそ、ナルとか、せやな。ミタとかもそうやし、まあ、リカちゃんとかも古い人で言ったらさ、そうやけどさ、誰もおらんくて。そうなん？うん。びっくりした。いらんやんじゃん。え、もう、もうどうしよう。誰も繰り上がってけえへんねんけど。ええー、使ったやんのなぁ。なぁ、なんか。やってこいや。先輩メンバー怖いって言われてんで。いや、怖くないって。ほんまやで、うん。全然仲良しやんな。仲いいはず。ほんに。仲いいはず。そうかな。え？あ、呼ねんで。そやな。いや、こっちは仲いいと思ってるけど、向こうはと思ったか分からへん。あー、分かりきれへんところはあるけどな。せやで。ライブみたいな。ライブ？だからそれもな、わからへんもんな。ないよ、な。できるやろ。4月。あう。うん。そう、私のフェスと2日連続やってんけど。あ、まあ、でもそっちはまだ延期も中止も発表してないし、やる方向で動いてるけど。マジ？うん。フェスだけか。フェスだけ、とりあえず。まあ、私のが結構なんかその、体験ブースとか出す予定やったから。あ、それがさ、無理やからさ。俺ら。あ、するみんな。あ、出ないよ。嘘。りょうちゃんも会えへん？りょうちゃん？うん。りょうちゃん私会ってへんの。かなこにめっちゃ会うで。そうやんな。YouTube とか行くとってるな、うん。そうそうそう。
なんかめっちゃ。タマコも会ってないな。うん、もう意外と事務所も会わへんよな。うん、そうなんや。うん、事務所あんま行かんからな。あ、そっか。うん。いろいろ口に入れるやんって言われてんで。え、何ペレたっけ他に。さっきさ、うん、なんか喉カスカスとかさ。うん。って言われたから喉飴舐めた。あ、なるほどね。うん。何食べたんってめっちゃみんな気にしてる。なる。喉飴よ。いっぱいコメントが。グミ。リカちゃんも会おうって言って会われへんかった、この前。だって、東京あんもんな。うん。ナナちゃんか。ナナちゃん、この前会ったで。マジ？あの、大阪の方のレッスン場の入り口のところに、うん、なんかナナちゃんが壁、カレンダーのイベントの時に来てて、なんか多分メイクしてたのな、事務所で。あ、ね。ね、なんか、あ、ちっちゃい人いるなと思って。なんか、あれ、ずっとナナちゃんやと思って。ナナちゃんって呼んでん、遠くから。ほんなら、うん、あかりーって。もう人間じゃった、その音。何知ってるなって、標準語喋ってきて。に聞いたの、マネする人。標準語喋ってきて、何してるなって。あ、そうなのって言ってた。でな、で、あ、そうやね、今、みんなで、なんて撮影してんってなんかな、オフィシャル撮影かなんかやって、生写真かなんか撮影してて、うん、撮影してんねーみたいな言って、あ、そうだ、みんなおるって言われたけど、多分奈々ちゃん知ってる子らって言うか、誰にも合わさへんかっていうか。でもな、上行ったらな、結構ゆうちゃんとかな、うーかとか割と先輩メンバーおった。まあ、おっちゃばってなった。似てるやって。やった。ななちゃんって何年も経ってもいじられておもろいやん。すごいよな、ほんま。うん、羨ましいわ。あんなにいじられて、すごいな、ほんまに。な。変わらんな、声もな。ほんまに。いや、すごいよな。一期生集まろうやん。まあな。な。一回したいな。山田もやってないからな。ミルキーは、なんかラルズの撮影で会った、私。会ってないな。うん、みんなとツコミで会ってないな。そう。会った瞬間、リップちゃうまいって言われた。ミルキー嫌だなと思って。でもちゃんと持ってて。あるだろう、もっとなんか。言われるやろなと思って、ミルキーの分持って歩いてたからいいねんけど。そう。面白いな。みんなやっぱコンポンは変わらへんねんな。変わらんやろ。うん、むしろ、なんか、ずっと一緒におったから、そんなに、なんか気、うん、気づかんかったけど、いざ離れてみたらやっぱ濃いみたいな。うん、いや、変なやつばっかりやった。な、変なやつしかおらん。なあ。ななちゃん、この間インスタライブでネギ切ってたよ。そうそう。それちゃうね。なんかな、ななちゃん、あ、ご飯誰かと食べとって、うん。誰とご飯食べとって、かなこか。誰かとご飯食べとって、で、ななちゃんがインスタライブ始めて、インスタ開いた瞬間に。で、あななちゃんインスタライブしてるわと思って見たら、うん、すっぴんで、でこんなんピカーンってさせて、ネギ切ってさ。ほんま変やな。変やな。ほんまに面白いな。すっぴんでネギ切ってるやんってコメントして。何を作ろうとしてたやろ。何が面白いの？言ってた。面白さしかないやろ。一番変なやつやで、あれが。一番やな。餃子作ってたんかな、あれ。餃子好きやな。なんか、女出してたわ。ネギ切って。すっぴんでネギ切って女出してた。女出してたわって言われるのめっちゃ恥ずいんだけど。女出してた、あれは。恥ずいわ。なんちゃん、面白い。女出してるわって言われるように気ぃつけよう。じゃあなんか最近、かなことな。うん。女出してるっていうワードにハマっててな。恥ずいねんけど。これは女出してるなって。みんな出てるよな、でも女な。うん、女出てるよな、たまに。卒業したらそう。女出んねんな。うん、わかる。やっぱアイドルでさ、仕草が女やからな。うん、そやな。うん、でみんななんか大人になってな、いい感じな。うん。うん、女なんねんな。なるほどな。まあでもな、いいものが身についたよな、ちゃんと可愛らしく生きるっていう。そやな。女の子らしく生きるっていうのがちゃんと。確かにな。うん。なんか一番出してるやろ。そやねん。でもね、私のな、昔の YouTube と今の YouTube 見比べたら全然女の出方違うで、昔めっちゃ女出してる。ああ、今はナチュラルやんな。うん、うん、そうそうそう。昔がそうじゃなかったっていうよりかは。うん。まあまあ、歳もあると思うけど。歳やと思う。歳やね、うん。なあ、歳やんな。絶対年齢やと思う。なあ。
さやねえは6個、あかりんはメルヘン。メルヘンではないやろ。メルヘン。メルヘンではないやろ。可愛いけどメルヘンではない。別にメルヘン。うん。さやかちゃんもさっきリクエストわからんかったとき、もうで女出てたよ。女出してたって。女出してた。幼児が出てるけどさ。幼児出ちゃってるけど、あんまり女は出てない。うん。明日ブランジ見たら笑いそう。笑うやろ。スピレンネギ切ってた女が出てくるから。タナちゃんに会いたくなってきた。会うよ。絶対会わへんねんけど。え、嘘。私も一番会ってなくて。絶対だってさ、うん、お互い声かけるタイプじゃないから、お互い。確かに。確かに、確かに。絶対会わへん。え、今度さ、マジ集めるだけ集めてみん。集めてみてよ、どっかで。いいよ、どこ集めるよ。東京？うん、東京の方が集まるやろ。かな。まあ、うん、みんな東京にいるか。かなこも意外とそういうのちゃんとやってくるからな。かなこに言おう。そうやな。うん。かなこが結構一番誰とでも繋がってる気がする。すごいな。うん。で、しっかりしてるしな。しっかりしてる。お前やりたいな。の。誰が来るやろ。一気？で。カンチル来るかな、カンチル。あ、カンナ何してる？カンナモデルかなんかしてない？あ、そうなんや。してると。うん。カンチル。あ、でも、春菜はな、遠いからな。春菜はな、難しいやろ。遠いしな。マーチュンがよくなんか、インスタとかでコメントくれる。あ、そう、思った。うん、の、うん、マーチュンも会えるよな、多分な。マーチュンもすぐ会える。ケイちゃんも会える。うん、あ、情にしな。うん。ケイちゃん会ったもん、この前。急に誘った来てくれた。うん。うん、確かに。全然なんかいろんな人と会ってるイメージだしな。な。誰が難しい、まあ、みんな大阪にいる子もいるもんな。アイナ大阪やろ。うん。ももかは絶対来ないと思う。ももかな。でも、アイリちゃんの卒コン来てくれたからな。そうやな。うん。一回来るかな。いや、どうやろう。なあ。D ちゃんに会いたいな。大丈夫あの子が。どうなってんの今。わからん。卒コン来るか問題児。でも卒コンの時にさ、なんかだいぶ落ち着いてなかった？そう？わからんけど。どうなんやろな。でも集まったらまた出そうやな、ちょっとな。あ、確かに。かな。ヒステリーちゃん。リーちゃんの朝今。リーちゃんと人同い年。え？うん。そうなんや。うん。リーちゃんと、かなこと、ももかと、あと誰や？アーニャン？へぇー。あとっとるな、その世代。すごいよな。うん。あんまなんか。他の木で言ったら、ふーちゃんとか、リリカとかもや。なぎさも。え？同い？うん、全部同い年。え？なぎさと分かる同い年？そうやで。あ、そうやったんや。うん。全然同い年に思えへんけど、あの人。なぁ。ほんまに。いや、うん、まあ、七井さんも4期やもんな。あ、さえちゃんも同い年か。そっか、すごっ、うん、強っ。そやね。濃いね。すごいな。バラバラやな。うん、成人式気持ちあるって思ったもん。ええー、おもろそうな。そうそう。え、な、この前さ、うん、バラエティでさ、何やったっけ、うん、音が出たら負けっていうやつ出てんか。出た、うん、そう、芸人の時のさ、あの、新井さんがプロデューサーやって。そう。懐かしかった。芸人とか懐かしいな。お前で。一番神経使ったよな、あの番組が。ほんまなぁ、うん。しかも朝から夜までやってやん。何本撮りとかで。でさ、コント、じゃあのコントってかね、コントか。コントのとこもあって、お芝居シーンちゃんとあってからの大喜利やったからさ。ほんまそれ、あんなにお笑いに対して、そういったことないからな。ないよな。ここにも先にも。な。でもそれを見て、コジリンがナンバーワン公演で大喜利やりたいって言ってくれて、大喜利コーナーでね。そうなんや、うん。まあ、おもろいもんな。うん。もうでも、うん、そんな物ボケしろとか言われてもできひんと思う。できひん？いや、できるってあなたは。やるやん、やるやん。めちゃくちゃ前のめりで。
みんなより一歩出てやるやん。そんなんやったか今まで。うん、そんなんやで。聞いてた方やと思ってたわ。いや、そんなことないで。芸人のななちゃん。滑り笑いな。あの番組でナンバーがアイドルかわからなくなった。止まった。あ、といけた。うん、アイドルなんかなって思ったよな。ほんまに。あんなんする人おらんで、ほんまに。なあ。懐かしい。さんまさん来てくださったよな。いや、ほんま考えたらすごいよな。いや、すごいよな。だってさ、MC 後藤さんでさ、トリートボラワさんでさ、後藤さんに私らめちゃくちゃしばかれてさ。めちゃくちゃ豪華やな。なあ。しかもさ、なんか、特会みたいなんでさ、いろんな芸人さんも来てくれてたやんか、うん、サンドイッチ。来てくれてた。なあ。すごいな。ウーマンさんとか。すごいな。やば。恵まれてんな。え、それでやったらさ、10番勝負さ、あったやん、一番最初のツアーの。え、ナオミさんやったよな、初回ゲスト。そうやったな。うん。一緒に会いたかった、踊ったよな。踊ったよな。うん。すごくない？うん。吉本のパワーめっちゃ動いてるやん。ほんまそれやで、ほんまそれ。なあ。すげえ。でもそれで言ったかまいたちさんなんて今もう大スターやん。ほんまに。ほんまに。すごいよな。嬉しいわー、言うとった。あ、この前。なんかちょっとさ、うん、頑張らなあかんなって思わされるとこと、うん。あ、すごいなーってなんかもう。わかるわかる。ちょっとなんかな、切ないというか。うん、そう。え、この前陣内さんに会ってさ。そう。でもなんか、エモかったわ。食べた？めっちゃ喋った。いろいろ話も聞いてくれたし。元祖やな。の、あの、風船のやつの話した。このドッキングだ。そう。ほんまあれおもろかったな。あれマジでおもろかったよな。え、放送されへんかったけどさ、先生が見本見してくれて、バーンってやつ。そう。私はなかなか入られへんから、あの風船に。あの、知ってる人しか分からへんと思うけど、風船の中のに入るやつで、こう飛んでやるみたいな。飛んで、何？障害物みたいな。競争みたいなな。やるみたいな感じやってんけど、その先生が私らがなかなか入られへんのを見て、僕は見せますって言って、見せてくれてんけど、先生焦りすぎて風船割れて。全然なかったよな。出てきた瞬間こんなんなったと思った。あったようなポーズ。そう。でも、あれの、ケンコバさんとさ、トムケンさんとジンネさん3人でさ、スタジオでやってたやつが一番面白かったよな。まあ、芸人さんってすごいな、とさよ。な、あんな笑ってくれと思わへんかったわ、結構でもコメント分かってるくれてるで。分かってくれてるな。だよって。シューメンでマシュマロ食べたやつな。いい、懐かしいな。すごいな、10年。10年前とかや。やばない？高校生さよね。高校生やったで、私。マジマジ言ってないよ。マジ私が高校生やったら悪いか。うん。すげえ。高校生の時期が。じゃあ私中学生よ。そうかな。ダメだね。中学生って。うちゃんが見てる境。うーちゃんが見てる境。あったな。りほちゃんのお化け屋敷もやばかったな。ああ、すごかったな、あれもな。天才やったな、あれは。黒髪ロングのせやねえね。伸ばせへんな、まあ、しばらく。いや、私はショートハイも昔から。ありがとう。楽やだからな、うん、やっぱ、ショートやっちゃうかな。やめたら切ってなってずっと言ってたもん。言ってたから、うん、すぐ切ったな、うん、私は一生ロングやろな、絶対切ることない。もうこっちが髪の毛、右がたとえこう燃やしてもロングでいると思う。初めて毛先が燃え尽きてもロングでいると。一旦切ろ、一旦切ろ。ナギーチの学力テストやばかったな。え、フットさんのやつ。そう、中の応援の卵。山だな。うん。今これな。
もろいな、みんな。焼かせてソーセージ。あーね、なんかあれ、占いのやつ違うか。え、なんか方言で告白するやつやろ。あ、2種類やったよな。占いでこうやってやってさ、明日もいい、なんか明日もいい日になりますようにって、なんか寝るやつとパジャマで紹介して。あと、あとその告白のやつやんな。方言のやつ全然覚えてないやん。私は、え、でもなんか愛のやつがやばかったのがだけ覚えてない。愛のやつやばかったやんな。一時期ずっと言っとったのに忘れてたやん。何弁やったかも忘れたけど。富山とかやった気がする。そっち系。なったっけな。だっけずーみたいな。あ、ずっと好きなんだっけずーが。あ、わからん。ずーっと目から。好きなんだっけずーや。よく覚えてるな。あったな。え、でも、アキナさんやんな、焼かせてソーセージ。そうやな。和牛さんとかも出てたやんな。おったな。すごい、今や大スターやで。あ、すげえな。懐かしい。え、それこそさ、ドッキングのさ、初回から2回目かなんかのゲスト、松坂翼さんでさ。え？そう。そんなことあったっけ？そう。で、そんなことあったっけ？そうやね。で、今さ、うち私翼ちゃんと仲良くしてもらってるからさ、うん、でも、行ったの覚えてる NMB の番組って言ってた頃が。あったなぁ、あったわ、うん。チークもらってくない？ん？チークもらってくない？そうだな、うん、そうだな。そうだな。君も喋り方そうだな、あ、すごいで、めっちゃ喋るやんって喋るよな、喋るよな、あかりのせいでおっちゃんなのにキャンメイク東京とか覚えてしまった責任を取ってくれキャンメイク東京覚えてんねや。キャンメイク東京までなかなか言わんなあ、私らもキャンメイク東京やったなって今なったよなキャンメイクって言うもんな。キャンメイクやな。キャリーちゃんも来てたっけ、うん、え、嘘、来てた気がするな、もう忘れちゃったけど。来てたっけ、ミルが泣いてたやって、うん、来てたの、すげえ、すごいな、スター姫はもう富士山に登る、あ、行ってないですもんね。ないです。そんな代わり一人で踊りました。いや、でもほんまにしんどかった。バンジージャンプ、うん、おもろかった。もうないでな、うん。アーカイブ残してって来てるけど、どうする、残す？うちもよ。じゃあ、残り、期間限定で。OK 。ミルルのおもろい話ないんで。ミルルのおもろい話めっちゃあるけどな。昔なんか、うん、どっかで話したと思うねんけど、テレビかなんかで。うん。ミルと新幹線の隣の席あって、うん。で、私がゆで卵食べようと思って、うん。机かどっかで多分コンコンってやったの終わるのに、うん、うん。で、どこでやってんのって言われて、うん。ここにやるとこないやん、みたいな。うん。パーでやるやん、みたいな。やんのみたいな、こうやってやんのみたいな、こうやって言って向きでもやねんみたいな、ミル頭でもあんで、ね、やばいな、割りだけ一番やばいよな、ミルが、ミルがほんまに私一番やばいと思う、一番頭やと思う、なかなかにやばい、いっぱいいるけどうん、あの一番マジで無人と言って生きていけるタイプはミルや、生きていけると思う、その辺のものは食べれるやろし、うん、泳げるし、だって体調はあんま崩さんくない？強いな、強い強い、うん、強いし、うん、なんか大丈夫やんな、なんでも、うん、大丈夫やと思う心配なし、知恵が足りないぐらいかな、うん、そうやな、そうやな、そこだけあれば、頭のいい人とミルが行けば怖いもんなし、ほんまや、役割分担できて大変、あ、最近渚とか全然ミルの方がやばい、やばいな、うん、渚はあの、そうけど、渚はまあアホやけど、なんか、うん、ふわっとしたアホな感じやんか。そうね。うん。